アートデビューバンドということで、何年ぶりですか？デビューしたのが何年生ですか？2年生。じゃあ2年ぶり。いや、ああ、そっか、新刊か、懐かしいな。大きくなりましたね、男も。いや、もう元代表ですよ、この人。素晴らしい。上手になったね。どうですか、なんか、あ、今、巻いてないけど、思いの丈とか、何か、選曲からかなり細かく教えてもらった記憶があります。なんかワンオクとヤバティが好きですって言ったら、難易度とかやりやすさとか教えてくれて、この曲が選ばれた気がします。ありがとうございます。もしかしたら優しい皮をかぶってやりたいやつやってただけかもしれないですけど純粋な後輩を信じたままにさせておきましょう。褒められた先生ですけど、このメンバーっていうのがまた初めてとかやりやすいですよね。すごい心優しい方々。最初のバンドどうですか、リサコさん。もう6年目じゃないですか。そう。ね。いや、確かに4年過ぎてからやばって言われると思ってなかったから、それはびっくり。めちゃ楽しい。まあ今あったように、またまたヤバティをやっていこうと思うのでですね。まあ2年前のあの人と同じ曲やっていこうと思うので、みんな楽しんでいってくれたらなって思います。よし、喋り残したことはないですか？ゲートはない。よし、じゃあ皆さん、ハッピーウェディングマイスローグルー。
卒業おめでとう。